石庫文。割れ車鼓の拓本冒頭。石庫文とは、当初期に、宝省府天狂犬山アゼ源で出土した十気の花崗岩の石碑、またはそれに刻まれた文字を言う。現存する中国の石刻文字資料としては、最古のもので、出土した当時から陳調され、現在は、北京古旧博物院に展示されている。通称の石庫文は、 詩人の異王物や勘誘がこの石碑を叩いて、石を編んで広まった。狩猟を描写した詩が刻まれており、当時の狩猟をはじめとする王の暮らしがわかる文献資料の一つに位置づけられる。事態は始皇帝の文字統一以前に用いられた。大天の霊として書家に愛好され、五章石の臨書など、作品のモデルとなっている。また、戦乱の度に暴室と再発見を繰り返し、 王室の度に破壊されており、再発見の度に判読できる時数がチェックされ、戦乱による被害状況も国名に表されている。その一部が岩波書店観光の創積全集の想定に用いられた。出動当時より石膏がいつ刻まれたのか議論は尽きなかった。現在のところ戦国時代の真で作られたとする説が有力である。 当初期に出土した際は、狩猟を描写した史家が、衆の仙王を称える史教の、車校や、吉日の死と告示していることから、衆の仙王時代の作と考えられた。この説は長く支持され、真の権竜予もこれを認めたため、反論は、侵害革命後に紛失した。これらの反論を受けて、仙王時代説はほぼ否定されている。 始皇帝の文字統一によって絶滅した古い書体であることから始皇帝以後の偽作であるとも考えられない。現在の論点は統一前の旗のどの時代に作られたかに絞られており、上皇、文皇、牧皇のいずれかが有力視されており、憲皇の紀元前374年頃の順守の際の私文とも考えられている。しかも石石は伝の石碑ではなく、 出土品であるため、出土した時から破損が見られた。一方で、千王の石踏みトルフされたことから珍重される時期もあり、採択も頻繁に行われている。また石そのものは一トン前後と、軽量なため略奪されたこともあり、保存と破壊を繰り返してきた。このように破損を繰り返してきたため、呼宮に展示された石膏の告示は不完全で、失われた字は、 宋時代に取られた拓本で見ることができる。ながら、原鼓の上半分が破壊される前の宋拓は発見されていない。原石が破損しているため、特に成功の変異前に作られた宋拓本は文字資料として貴重である。石膏は10基で1セットであるが、無造作に発掘されたために、順序は明確ではなく、歯科の解釈を通して、現在の並びが妥当と判断されている。 我車鼓、我者気候に始まり、狩りの序盤を描写した詩が綴られる。この一句名が死教と告示することから、千王説が生じた。鼓、で始まり、土地の豊かさを称いた詩が綴られている。字は、旗子優の字のため、千王説打破の根拠となった。他者鼓、他者公安で始まり、狩りの情景を描写した詩が綴られる。拓本でもやや破損があり、は、 解読不能となっている。乱射鼓、乱射で始まり、全行の冒頭二字が欠けているため6クしか解読されていないが、狩りが終わって喜ぶ情景を綴っている。雨鼓冒頭は破損して、第2句の打で称される。半数強の10句が解読され、雨の中を変える、人々の姿が綴られる。ながら原古石臼に転用された鼓で、死は解読不能 破損を免れた一行下段のながら、腹ながらが通称の由来となっている。しかもしつづみ半数の字がまんべんなく破損しており、詩は解読不王。三行目末尾のしかもしが通称の由来となっている。馬子もつづみ、成功の変で字を失ったつづみで、総卓でも二十字に満たず、詩の解釈は当初から断念されている。我、水鼓冒頭。 我、水木とろに由来する。残事は、王いが摩耗が激しく、傷と転格の区別が難しい字が多くを占める。死の解読は七句にとどまる。五人鼓冒頭、クレジン連極に由来する。五人が自然に感謝する描写と思われることから、一連の、節膏の長尾に置かれることが多い。ありがとうございます。